はいどうもこんにちは。はい、今回はね、まあ、タイトルサムネにある通りなんですけど、スピカイ砲坂本勇人を使っていきたいと思います。はい、僕ねこの坂本選手大嫌いです。はい、本当に大嫌いです。まあ、ケツ穴確定だったりだとか、まあね、クソ野郎ですねこいつ。もうゲス、もうこいつほんまに。まあね、そんな坂本選手なんですけど、まあね、プロスピでは強いんで、別に僕大嫌いなんですけど、まあ一応横断に入れてるんですよ。なんで、まあ今回ね、まあ構成というところで、まあ厳しくね、扱うんですけれども、まあ今回はね、巨人純正やっていきたいと思います。はい、これね、僕の大嫌いな球団なんですけれども、まあね、ちょっと、まあ坂本にはね、まあ構成してもらって、ちょっとね、頑張ってもらいたいなと思います。まあでもね、だいぶ昔巨人人生作ってたんで、まあだいぶ完成されてますね。ということでね、まあ今日は、ちょっと、ピカイ砲したね、守備 A の坂本選手使って、リアタイやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ということでね、1試合目やっていきたいと思います。さあ、相手は上沢投手ですね。やっていきましょう。まあ僕がね、ちょっとジャイアンツ嫌いな理由が、まああるんですけれど、やっぱね、巨人の選手ってすぐ問題起こすじゃないですか。まあこの高橋選手も不倫してたりとか、本当にゲス野郎ばっかみたいな感じなんですよ。まあ、なんで僕はまあ好きじゃないんですけど、まあね、選手はいい人がたくさんいるのでね、頑張っていきたいと思います。さあ、チャンスで決断確定。まあチャンスでもないけどね。しっかり打ってもらいましょう。オッケー確定だ。ケツ穴確定弾、やっぱりね、ケツ穴確定さんね、強いんですよ。ナイスホームラン。やっぱ強いんですよ。しかも、今ね、確定弾ですよ。ケツ穴。さすがっすね。やっぱケツ穴もね、ホームランも確定してくれるっていうところで、本当にね、特殊能力で確定っていう能力を入れてもらいたいところです。オッケー詰まったけどナイス。いや、巨人純正強いっすね、だいぶ。さあ、4億5000万。はい、これが4億5000万です。ウィーラー、あー惜しい。いやもう1点欲しい。オッケー落ちるんちゃん。オッケーナイスウィーラー。さあ篠塚さん、巨人打線怖いね。ちょっと巨人人生もね結構楽しいんで、まあ、でも嫌いな選手が多いんで、ちょっと、嫌いな選手を使うのがあんま好きじゃないんで、あれなんですけど、楽しいですね、強いんで。いや、ま、個人的には西武純正も、もうちょい強い選手輩出してくれてもいいんじゃないかと思うんですけど。あー、そう。はい、ピッチャーはガルベスさんですね。ま、この人も問題を起こしてるんですよね。まあ、巨人って問題児何人おるんやって話なんですけど、こいつに関しては審判にボールを投げつけるっていうね、もう、キチガイみたいなことやってるんですよ。もう巨人でもキチガイしかおらんのかなっていう、ほんまに。審判にボール投げるってもう、3歳児かってほんまに。3歳児でもやらんわ。でもこのピッチャー、ムービングファーストはめちゃくちゃ強いんですよね。結構刺さるんですよ、今の環境。だこれにフォークとかあったらマジで最強だったかもしれない。オッケー強い。あ、やべ。あー。これボール投げちゃうよ、怒って。これ怒ってボール投げちゃうよ。あかん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 。さあ、ここで三振だ。あ！うわー。スライダー。オッケー！はぁ？はぁ？ケツ元くれ！おい！何しちゃうんか、お前。え？いやいやいや、守備 A の意味。いや、追いついたまではよかった。なんなん、送球。舐めてんやん、こいつ。舐めてんやん、こいつ、ほんまに。取れるぞ、丸。オッケー、オッケー。はい、僕がね、巨人で唯一の好きな選手といっても、まあ、過言ではないですね。まあ、僕、亀井さんは大好きです。はい、知ってください。来たかこれ。ああ、行かないか。
これね、東京ドームだったらね、風吹いてるんで多分ホームランなんですけど、まあ、札幌ドームでかいのと、やっぱ風がないんでね。さあ、ここで、K2 アナ確定、ちょっと。特能は出なかったっすけど、まあ、でもね、それでも十分強いんですよ。ただね、広角が出ると、もう最強なんですよね。K2 アナ確定だな、これな。札束片手に8億巨人梶谷隆之ちょろい打点ボール2ボール3オッケーオッケーオッケー。梶谷選手ね、結構フォーム僕好きなんですよね。これ結構オープンスタンスなんで打ちやすいんですよね。結構一時期ね、1番で使ってたこともあるんで、結構個人的にはね、好きな選手の一人ですね。あ、バッティングフォームがですよ。オッケー、ナイスバッティング、いいね、今のいい。そう、これがね、結構伸びるんですよね。ナイスバッティング。巨人ってキャプテン岡本選手になるんだっけ？どうでもいいんだけどさ。はい。はい、オッケー。強っ。楽しいな。だいぶ楽しい。さあ、ちょっとコールドしちゃいたいけど気持ちよく。はい。いや、超えるか？オッケー、ナイスバッティング。いや、強いな、やっぱ。さあ、フルガン狙うよ、ホームラン狙うよ。来たか？いやー惜しい。あー、でもナイブティン、ナイブティン、ナイブティン。さあ、この選手もバッティングフォームがね、ちょっと打ちやすいんですよね。あ、打ちやすくなかったかもしれないですね。はい、ちょっとね、今ちょっと凡退しちゃったので、もごめんやけど、ちょっと吉川選手に変えます。あと師匠からウォーカーに変えます。はい、ちょっとね、ウォーカーは多分師匠のね、守備をさっき見たと思うんで、ちょっとね、それを参考にして頑張って守ってもらいたいことですね。おお、反応いいね。いいね、冒頭2機。あ確定じゃん、これ。これも確定じゃん。あ、相手もキツアナ確定出してきましたね。ここで確定、あ、でも相手も同じシリーズです。相手も、あ、これスピ解放してないですけど、相手もね、同じシリーズのキツアナ確定選手ですね。あ、オッケー、ピッチャーゴロ。いいね、反応が。さあ、柳田さん。ここでね、終わりにして、ちょっと2試合目いっちゃいましょう。はい、2試合目。さあ、ということで2試合目やってきました。ちょっと1試合目がね、長くなっちゃったんで、もしかしたらこの試合で終わるかもしれないです。この試合の先発、今村投手なんですけど、あんまりね、みんな使ってないんですけど、案外ね、面白い球種してるんで、ちょっとね、試してみましょう。フォーク。さあ、決断確定。はい、確定、ナイス。ね、球種をちょっと見てもらうと分かるんですけど、まっすぐ、フォーク、まあ、スライダー、スローカー。カットボール、ツーシームがあるんで、結構ね、超高速とかだと、あ、終わったかもしれない。あー、まあ今のはちょっとなんでしょうがないですね。なんで、結構ね、配球次第では抑えれるピッチャーになってくるんじゃないかなって、個人的には思ってます。あー、ダメか。4番。低め、低め。低めならホームランないから。あ、オッケー、血穴確定。オッケー、ナイス確定。さあ、ということで、バンバンに打っていっちゃいましょう。バンバン打って血穴確定。オッケー。いや、いいね、今日バッティング好調かもしんない。ちょっとこの後、なんか調子いいから撮影会でもやろっかな。あー、オッケー。ちょっとボール球人せこいけどな。もう一回回したいっすね。今日調子いいんで。松葉投手のね、厄介なところってね、タイピンが出るともう全く別のピッチャーになってくるんで、落ちて、オッケー、ナイスナイスナイス。タイピンが出た時は全く印象が変わってくるんですよね。そこがちょっと厄介なんですよね。今タイピン出てないっすね。落ちて、落ちて、落ちて。いやー、落ちないか。まあ、でも帰ってこれよ、先生。いやー、タイピン出ちゃうか。結構嫌だな。僕もたまに使ってるんですけど、結構押されるんで。あ、やば、ゲッツー走って。
お4億5000万かお前、それでもほんまに、やおい走れやお前お前ふざけてやん、これ、走れやお前。ストライク。いやこれなんよな、カットボールの変化が1だから、あのね、相手もちょっと反応に困ると思うんだよね、変化1だと。取れるか？オッケー、ナイス、神さん。ちょっとここは、一発警戒なんだけどね。ちょっと、あえてこの辺に投げる。オッケー、オッケー、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。おえ？広角打法。あ、今年の CS か。なるほどね。オッケー。はい、ゲームセット、ナイス。はい、ということで今回はね、まあ、スピ解放した、カス、間違いない、坂本選手を使ってきました。まあね、まあ、強いです、普通に。強いですね、普通に広角も持ってて、守備 A のショートなんで、まあ、とても貴重なんですけど、まあ、やっぱり問題としては、やっぱり若干キモいことですね。まあ、そこさえ気にせずに使えれば、すごい強いショートだと思うので、今後もね、まあ、現実でも、ちょっとね、構成して頑張ってもらえるところですね。本当に強いのでね、皆さんぜひ当たったら使って、まあ、当たったらっていうかね、持ってる人はスピ解放してね、使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。